暑いです。水分ぐったりですね。昨日ね、東海地方は梅雨明けしました。ベルちゃんは？ベルちゃんもぐったりだね。ただいまベルちゃんね、ヒート中です。ヒート中。まあまあ腫れ上がっちゃって血がね、いっぱい出てます。ね、ベロベロやって。よし。このクソ暑いのにね、大変ですね。まあ、てな感じですね。今日はですね、このバリケンの、冷却ファンを取り付けます。で、まあ、今まではね、車載用の扇風機を使って冷却してたんですけども、まあ、壊れちゃったんでね。新しくファンを取り付けることにしました。これね、パソコン用の、冷却ファンですね。大きさはですね、140mm、 この直径が 140mm ですね。ちょっと開けてみますか。よっ、アマゾンでね、買ったんですけど、どこちょっと、こんな感じですね。これ直径が 140mm ですね。フラクタルデザイン、ダイナミック X2、6P の14、DC12V、0.20A ですね。色はね、夏らしくホワイトにしました。まあ、Amazon のレビューだと、まあ、静音で、音が静かでね、で、効率がいいよって書いてあったんで、まあ、そこそこね、このシリーズ、いろんな会社から出てるんですけど、まあ、レビューが良かったんで、これを買ってみました。静からしいですよ、かなり。んで、パソコンのね、この冷却ファンを利用するんですけど、このピンがね、3ピンですね、これは。常時電源が来てる状態にしてあるんですけど、このね、USB 端子から電源を引っ張りたいと思うんで、これですね。冷却ファンを USB で使えるようになる、3ピン2ピン兼用のケーブル、変換ケーブルですね。で、こちらが USB と、こういうやつも一緒に買いましたね。で、ただね、これつなげて、で、 USB に挿すと風量の調節ができないじゃないですか。で、このね、バリケンのこの辺につけたいんで、犬に直に当たるじゃないですか。あんまり冷えすぎちゃっても良くないんで、風量を調節する、回路、それも一緒に買いましたね。よいしょ。これはね、ダイヤルスイッチになってて、わかりますかね。こっち USB の電源の方にこう差し込むんですね。で、こっちがファン側ですね。で、ダイヤルで強弱が調節できるっていう、まあ、そういう回路ですね。まあ、むき出しなんですが、まあ、とりあえずこれ使えるかどうかわかんないんで、このまま使ってみます。じゃあ、組んでいきましょうかね。これ USB がね。それで、こちらとファンをつなぐと、
これだから、これでいいんだな。これでいいと。早速つないでみましょうか。と。よし。そんで、そうだから、こうだから、最弱にして、とりあえず、電源つないでみましょうかね。あ、こういう向きだ、逆だ。あ、でも入ったか。まあいいや。お、回りましたね。回ってますね。ダイヤルをいじってみましょうか。これ最強？これ最弱？これが最弱。これが最強かな？うん、音は静かですね。かなり。まあ、風量もかなり優しいですね。これ以上あれ？全然音しない。これ最大？回転数これから上がんの？あれ、これはダイヤルスイッチいらねえかな？いらないですね。まあ、そんなに爆風じゃないんで、直接犬に当てても大丈夫そうですね。これダイヤルスイッチになってんだ。スイッチになってますね。よいしょ。ボリュームを上げて。あんまり変わらないですね。あくまでスイッチ程度だな、あれ。なのでダイヤル回路はなくてもいいかもしんないな。うん、よし、まあ早速取り付けてみましょうか。ほんとあれだな、これ金網を買っとけば、まあこうやってね、怪我するスピードでもないか。うん、でもこういうまあ事故は防げますよね。うん。金網は後で注文しなきゃいけないな。まあここにつけるね、金網。多分みんな一緒のサイズだと思うんですけどね。まあ、金網も売ってるんで、それを追加してみようかと思いますね、後で。まあ、とりあえずバリケンにねつけてみようと思います。よいしょと、よい凝らせと。どうかな、こんな感じに見える？見えるね。エアは向こうに行くから、こんな感じでつければいいかな。あんま下だと犬が伏せてるとき顔に当たっちゃうから、上の方がいいかな。上の方がいいですね。まあ、タイラップで固定しちゃえばいいですかね。よいしょ。まあこんな感じですね。こんな感じ。今までね、扇風機、車載の扇風機を使ってたんですけど、まあ、結構ね音がうるさかったですよね、あれ。このパソコンのね
静音っていうんですか、静かな方に変えて、まあセブンもベルちゃんも少しはね快適になるんじゃないですかね。よいしょよいしょ。お値段もねそんな高いもんじゃないんで、2,000〜3,000円でつくと思うんだね。よしと、あとこれ本当金網を買わないとダメだな。こんな感じでいいかな。よし。んで、こんなもんでいいですかね。んで、まあ、とりあえずこれでいいかな。今十分な風量はあるんじゃないですかね。優しい風ですな。ちょっと電源から入りますか。電源を一度オフにして、キーの、どうだろう、どっちが高電圧とかってあんのかな。フルは変わんないな。まあとりあえずこのぐらいでいいのかな、頑固としては。ここに金網を必要ですね。金網、金網を買ってつけないといけないですね。まあいいんじゃないですかね。うん、来てる来てる。いいかどうかで。よしよし。これあれですね。USB 直付けでもいいですね。思いのほか静かですな。あんま音聞こえないですよね。一応これ昔から使ってる DC ファンなんですが、これも USB で稼働するやつなんですけど、こっちの方がうるさいですね。風量的にはどうなんだろう、あんまり変わんないかな。こっちの方が若干パワーはありますね。まあでも直接風が当たるから、これはこれでまあ冷却効果高いんじゃないですかね。ベースのベルさんどうかな。食べる。おいおいおい、あ、どうかな、どうかな、どうベルちゃん。うん、風が出てるね。風が出てるね。どう？涼しい？あんまよくわかんない。うん。もう涼しいね。涼しいね。どう？ねえ、ベルちゃん。かなり神経質なワンコで、うん、まあ、音とかにかなり敏感なんですが、まあ、とりあえず、うん、怯えた様子はないですね、うん、
しよし。また入る？また入る？ねえ。あ、よせよせ。好きだね、バリケンね。よしよし、よしよし。熱い熱い。熱い熱い。涼しい涼しい。涼しい？涼しい。涼しいか。じゃあね、若干ね、普通のワンコよね、耳がでっかいんですよ。耳がでっかいんですよ。まあ、小さい頃にね、あの兄弟犬に噛まれちゃって、一度ちぎれちゃいましたけどね、耳が。まあ、縫い付けて、ちゃんと再生しましたね。一応ね、犬の耳はね、冷却効果があるっていうんで。耳のでかいワンコは、夏場でも、どうなんでしょうね、強いんでしょうかね。今日走ったからな、疲れちゃったね。